メディアを再生する A メドレーオブビデオズレコーデッドアットザ・アクスプローラトリアム S マイクロスコープイメージングステーション G エクスプローラトリアムは子供と家族向けの科学博物館名称は探検探求するとホール講義室からの合成後アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコのエンバーカデロチクピア15-17にある2013年1月2日までは パレス・オブ・ファイン・アートにあったが、2013年4月17日に現在地に移設。2014年現在では、サンフランシスコでは最も人気のある博物館の一つで年間110万人以上の入館者がある。同館は1969年に物理学者で教育者でもあったフランク・オッペンハイマーのアイデアと尽力により作られた。彼が初代の館長に就任し、 1985年に亡くなるまでその地位にあった。運営団体は NGO 組織で運営されている。エクスプロラトリアムは観客が触って体感できるハンズオン展示、体験型の科学と芸術の展示によって科学を知識だけでなく体験によって理解することを重視した最初期のサイエンスミュージアムの一つである。観客が参加、体験できる展示には ドイツ博物館の洗礼があるが、科学に重点を絞った展示では、同館とカナダのオンタリオサイエンスセンターが最初である。同館の展示には、科学者や教育者だけでなく、ビジュアルアーティストや、メディアアーティスト、パフォーミングアーティストも加わっている。芸術家が半年以上滞在して展示物を制作、発表するアーティスト・イン・レジデンスの制度も整っている。こうした同館の姿勢は、 開館以来一貫して掲げられてきた、兵庫、科学、芸術、そして人間の近くのミュージアムに示されている。その意味で、サイエンスミュージアムであり、同時に体験型アート、メディアアートのミュージアムとしての特徴も併せ持っている。エクスプラトリアムでの空気砲の実験の展示物、こうしたエクスプロラトリアムで生み出された展示デザインのノウハウは、 世界中の科学博物館でもそのまま再現して制作、展示できるようにノウハウのすべてをクックブックという名前のマニュアルにまとめて3巻まで刊行されている。子供向けのこの博物館を利用しながら楽しく科学を学ぶためのシリーズ本はスナックブックという名のシリーズで刊行されており、いずれも博物館のミュージアムショップで購入することができる。 一般の書店でも購入は可能である。展示について他では再現できないもの、例えばウェーブオルガンのようなもの、サンフランシスコ湾のこの特定の場所でのみ可能な展示というものもある。エクスプラトリアムは多数のオンラインの科学展示や実験を盛り込んだウェブサイトも1993年から運営している。このサイトは1997年最優秀の 科学サイトの表彰が始まって、以来すでに5度ウェビー賞を受賞している。エクスプロラトリアム展科学のは、そ、び。ありがとうございます。